次はニューデボンだ。サリー今どこ？まだ上空だ。ショーラインの車が北に向かってったぞ。じきに出くわすわね。二人ともうまくやってるか？ちょっと問題もあったけど今のとこ大丈夫よ。そりゃよかった、連絡してくれよ。ほら寂しいと信じまうタイプだからよ。はいはい、後でね。よし、この橋の向こう側かな。捕まってろ。ライト、飛ばして。だから橋が切れてるね。よよよよ、ああ、何やば。返して、先に落ちちゃう。無理だ、流れが強すぎる。マジかよ。ライト、捕まれ。滑った。ライト、そこ岩を登りましょう。よし、行けた。あれ、滝だ、滝だって。車は諦めよう。行こう。守ろうとしてたんじゃない。ただこういうことはもう一生やらないって約束しただろう。私もね。でも俺は破った。君に言わなかったのは失うのが怖くて。失うって？エレナを。俺は無意識に自分を守ってた。ごめん。かなり歩かないとね。ああ、急ごう。こっちよ。まあどうにか川は渡れたな。ええ、大変だったけど。お、いいね。んじゃあどうやって登る？滑るな。もう一度やってみよう。エイブリーは最強の島を選んだわね。
じゃあ今度のバカンスはここで過ごす？まあ、ありかもね。一人ぼっちか。そっか、安らかに眠るんだぞ。この服装からしてみんな住民だ。殺し合ったのか。うん、多分違うと思う。こんなにまとまって。確かに積み重なってる。壁に寄せてるのかな。運ばれてきた時には死んでた。メイト、ここは共同墓地よ。おい、これ誰なの？サインによると裏切り者、反逆者だ。こんなひどい死に方。こっちにも。ごめんよ、悪気はないんだ。おい、マジかよ。こうやって反乱を鎮圧したわけね。最初からこういう計画だったのかしら。住民を虐殺するって？そうじゃなくて、理想郷を語ってみんなをおびき寄せたことよ。それで全財産を略奪する。まあ、海賊ならやりかねないね。うん、たとえ海賊だとしても、ダークすぎる。
こを通らせてくれ。なんかそこ危なそうね。危ないぞ、気をつけろ。お休みんとこごめんな。失礼。ほら、平気？ええ。すげえ、エイブリーのお庭ってとこか。いいところじゃない。崩れちゃってる壁と浸水さえなければね。ああ、で排水に問題あり。でもリノベーションしたら儲かりそう。さあどれどれ。誰かがダムを吹っ飛ばしてここを沈めたみたい。忘れてた、得意だったな。ねえ、エイブリの屋敷はどれかな。ああ、間違いなくあれだな、崩れてないやつ。ああ、あなたもやるじゃないの。まあそりゃ経験あるし本も読んだし。やだ最悪。え、何？入り口。サム生きてたのね。今んとこはな、行こう。よし、ショアラインに気をつけていこう。うん。じゃあダメ元だ。Peggy!